れもこれも美味しいですね。箸が止まりませんよ。おいおい、そんなに食べて大丈夫なのか？大丈夫です。実は私、特技は大食いなんです。これくらいなら朝飯前ですよ。そうなのか、意外だな。だから今日は桐生さんも一緒にガンガン食べましょうね。俺も大食いだったら負けねえぜ。そうなんですか？わあ、よかった。すごく嬉しいです。大食いだと友達とご飯食べるときとかいろいろと気を使うんですよね。割り勘にできないし、友達に合わせて少しだけしか食べないこともあるし。確かにわかる気がするな。だから大食いの友達ができたらいいなってずっと思ってたんです。桐生さん、大食い友達になってください。お安い御用だ。さあ、じゃあどちらがより大食いか勝負だな。はい、望むところです。じゃあ早速大トロ50貫ください。え、いや、しかしまさかカナが大食いだとはな。だがそれにしてはスタイルはいいんだな。あまり太らない体質なんですよ。それと運動も一応昔からずっとやってるんで。ほう、何をやってるんだ？最近はジム通いですね。あと高校生まではバレーボールやってましたよ。すごいな。カナは背が高くないし、バレーボールは大変だったんじゃないのか？そうですね、最初は苦労しましたけど、でも最終的にはキャプテンにまでなれたんです。ほう、カナがキャプテンになれたということは。かなり努力したんじゃないのか？どうでしょう。でもチームで一番練習をしていた自信はありますね。負けず嫌いなので。もしかしたらそれを見ていてくれたからみんながキャプテンに推薦してくれたのかもしれません。きっとそうさ。一生懸命頑張って背中で語るカナらしいな。そうですか？でもそう言ってもらえると嬉しいです。フォーシャインでもそんな風にみんなを引っ張れる存在になれたらいいな。ああ、カナならきっとできるさ。しかし話を聞いていると、カナは昔から真面目に努力するタイプだったんだな。そうなんですかね。まあ負けず嫌いですし、やると決めたらきちんとやりたいとは思いますね。だから前の店でも短期間でナンバーワンを取れたのかもしれないぜ。でも私なんてまだまだですよ。話術も技術も中途半端。もっと上を目指したいんですけどね。桐生さん、どうすればもっとすごいキャバ嬢になれると思います？真面目に努力を続けることが一番だ。一流のキャバ嬢の中に努力しなかったやつはいない。努力の仕方は大事だが、俺の目から見てもカナはどんどん成長してる。心配せずに今のまま真面目に突き進めばいいと思うぜ。桐生さん、ありがとうございます。ちゃんと見ていてくれて嬉しいです。やっぱり真面目な努力に勝るものはないですよね。これからも根性を出して忍耐しつつ頑張ります。スポコンな感じになりつつあるが、それでいいと思う。応援してるぜ。しかし以前に比べてだいぶ表情が明るくなったな。フォーシャインには馴染めたか？はい、ユキさんも小雪ちゃんもいろいろフォローしてくれるし、
すごく楽しくやれています。私の欲しかったものが校舎員にはあるって冬木ちゃんが言ってたけど本当でした。やっぱり仲間がいるって幸せなことですね。前の職場では私浮いちゃってたから。どうしてそうなってしまったんだ。多分私が目立ちすぎたんだと思います。あまり本気でキャバ嬢やってる人がいない店だったので、頑張れば頑張るほど温度差ができちゃって、神崎さんからお気に入りにしていただいてからはさらに壁ができて、もう自分でもどうしていいのかわからなくなってしまったんです。安心しろ、うちに入ったからにはもうお前を一人にはしない。いくらでも目立ってくれ。俺たちはお前の頑張りを受け止めるぜ。桐生さん、ありがとうございます。本当に校舎員に入ってよかったな。私一生懸命頑張ります。キャバ嬢になったからには一流のキャバ嬢になってみせますよ。桐生さん、楽しみにしててくださいね。ああ、もちろんだ。